はい、皆さんごきげんよう。どうも隊長です。今日はね、プラチナになりたい人向けの動画ということで、まあ今プラチナちょっと正直簡単なのかもしれないですよね。なんかランク 2.0 になってからちょっと行きやすくなってるような気もしなくもないんですけど、まあ大丈夫です。まだ僕ブロンズ5とかなんで、はい、まあ地道にやっていればちょっと今 CG 上がるんじゃないかなみたいな風に思ってるんですけど、まあ実力ね、プラチナになりたい人向けの動画ということで、今回はね、スニークイーンとかコソトツをね、ちょっと紹介したいなと思います。で、僕、まあ攻めの時、まあ割とコソトツみたいなことばっかしてます。もう本当にね、ドローン全然いじんない。うん、いじる時は、まあもちろんいじる時もあるんだけど、ほぼほぼいじんないです。なんだね、ちょっと待って。おいおい、俺キルしちゃうよ。おい、俺キル。まず一つ目のね、このスイッチのクリップなんですけど、3層だね。これに関しては、まあ、やはりね、敵、感知アラームしか置いてなかったね。まあ、細道ってところなんだけど、やはりここ有刺鉄線だったりとか、まあ、罠系をね、ちょっと、まあ、これ絶対罠とか置いといたら欲しいです。いわゆる防衛側から、この通路見にくいなって場所あるじゃないですか。現地近いところでさ。それがここなんですよ。細道なんですよ。で、だから大体見やすくするためにさ、盾とか置いてる人もいるじゃん。そうそうそう。そういう風にしていけば、スニークインされないんですけど、まあ僕1人目倒して、2人目、まさかこんな近くまで寄ってくるとはちょっと思ってなかったですね。これはちょっと予想外だったんだけど、まあ、ワレポとか小部屋の方にいるんじゃないかなとか思ってたんですけど、こんな近くまで寄ってきたんで、あんまね、こんな体出さずにね、いわゆる、物陰に隠れながら、遮蔽物使いながらピークした方がいいですね、こういうのもね。多分カバーできてるんだと思うんだけど、さすがにちょっと寄りすぎな気がしますね。はい。このカイドさんはね、止まっちゃってるんで、ピークインアドバンテージ取られないようにね、した方がいいと思います。はい。一人で拾うね。で、ここで大事なのがね、ちょっと裏確認ですね。やはり裏は確認するのもそうなんですが、味方の位置だね。味方が裏にいるのかいないのかとかね。味方のね、位置確認して、まあ今自分がどうすべきなのかっていうのをね、ちょっと考えるんですよ。で、裏にね、これ味方いるんですよね。なので、裏安全だな。じゃあもう詰めていいかなみたいな感じですね。ちょっと待って。で、この家側もちょっとね、ピークの仕方が甘いですかね。まあこんな感じでね、マジでドローンいじんなくてもね、敵倒せちゃうんですよ。なんで、これを皆さんね、ちょっとプラチナになりたい人はね、ぜひやってみてほしい。まあエイムでゴリ押しって気もしなくもないけど、でも実際ちょっといろいろ考えてることはあるし、まあなんだろう、参考になる部分はあると思うんで、まあエイム以外にもね。そう、だからそういうところをね、ちょっと参考にしてほしいかなと思います。まあ、クイックピークとか本当重要なんでね、ちょっと、クラチナ以下の人はちょっと絶対覚えてください。まあ、僕動画上げてるんでね、それを見て参考にしてください。みんな。はい、次ね、バックのクリップですね。これポイントあって、まあ、いわゆる3回防衛なんですけど、もう3回防衛ってさ、絶対赤ハッチ新ハッチ割るじゃん。
赤八新八割れたら全員警戒するんですよ、敵ってのはね。だって赤八割れたからもうそれ入ってくるのかな。だけど、まあ、これ見てください。僕バックなのにもかかわらず下から入ってます。そう、しかも案の定あるにあるっていうね、まあ、いわゆるハッチが開けたことによって全員警戒するんで、警戒されないためにやはりスニークインってすごい大事なんですよ。でこういった感じでね、下から入ってってハッチ割らずに行くことによって誰もね、まだ現地近く来てないんじゃないかと思うんですよね。でこれちょっと誤算だったのが、まあハッチ開けられちゃったんだよね、味方にね。まあこれ仕方ないんだけど、まあ、僕の中ではもうちょっといい感じに立ち回れたんじゃないかなと思ってるんですけど、これ的にね全然警戒してないですね。でこれ後ろから音聞こえるんだよね。はい、まあ降りたと思ってないよね、それはね。うん、まあある意味タイミング良かったのかもしれない。はいはい、まあこんな感じでね、もう 1v5 ってことで、まあこれもやはり警戒がねかなり薄い、もう薄いとこから崩していく、これが非常にね CG の中では重要です。こんなんね、俺今これ結構エイム悪い方なんですよ。でエイム悪くてもね、あの音聞いてしっかり、しっかりね音聞けばですね、敵のいる場所大体わかるんで、まああと罠とかに引っかかんないようにちょっと警戒した方がいいですね。はい、っていうような感じで今回はね、まあスニークインコソトツのね、まあやり方じゃないですけど、まあ攻めのちょっと紹介でした。まあこういった攻め方もあるんで、ぜひねちょっとやってみてほしいですし、単純に刺さります、こういうの。相手からずっと、なんで入ってんのってなるし、現地入ってるよみたいなね。それって結局ね、味方が見てないところから入ってるわけだって、防衛側が見てないのが悪いんで、まあそこのところを僕がついてる、まあ、良いとこついていくしかないです、これは。でエイムがね、確かにちょっとね、あのスニークインなんでいきなり敵来るとかあって、フリックとかね必要な時あります。なのでまああまりにもね極端に低感度だとちょっと厳しいんですけど、まあ少しミドルぐらいの感度の人だったらなんかこういったムーブできるんじゃないかなと。まあでもそんなになんかフリック使う場面も、なんか俺が使いたいだけであえてなんか違う方向を見てたりするんで、たまに僕、まあやばいんですけど、結構末期ですよね。はい、まあそんな感じでちょっと皆さんもぜひね試してみてください。今シーズンねプラチナいけた方はね、ぜひコメントで教えてください。グイユー、この道がわからん。カメラ見つけた、やった。下見てたな、こっち階段か。あ、いる。ミラウラ今いないから。ミラウラ今いない。え、いる。マウラはいないけど、奥にいる、奥の方に。ミラの奥の。じゃあそっち合流しよう俺。で、ビリってるんだよね。あー、いるね。ミラウラ死んだ、ミラウラ死んだ。ナイス、ナイス。いけるいける。ここでいける。俺でっちいけるわ。俺インジャーしたら起こすからね。いいよ。ヘッジ行くよ。いいよ。ナイスだよ。ここいるよ。ナイスロック。バンディ。バンディ削ってる。めっちゃ削ってる。通りよ。めっちゃ、あー。ポジめっちゃいいか。ナイス。まあ、いや、危ねえ TK するとこだった。え、また、おー、ぼや、ファック。ラスト、バンディ。ナイス。